皆さんこんにちは。今回は昭和7年度の東北帝国大学理学部の入試問題です。こんな感じの問題でした。ドン。さあ、 x4+1/1 というシンプルな分数関数の不定積分を計算する問題です。シンプルな見た目をしていますが、実はこれ結構大変なんですね。難易度かなり高くなっています。今回はこの積分をこれまで扱ってきたテクニックとか考え方を利用して攻略していきましょう。それでは早速解説入っていきます。さて、今回計算したい積分をここにも書いておきました。 x4+1/1 ですね。最近の僕の動画ではこういうふうに分母の次数が4次とか5次になるようなデカめの分数関数の積分の方法を紹介してきました。ただそれらの積分と今回の問題の積分はある違いがあります。それは何かっていうと、分母が因数分解されているかどうかです。最近扱ってきた動画のほとんどは分母が最初から因数分解されているので、それを利用して非積分関数をいくつかの分数に分ける、部分分数分解して、それらをそれぞれ積分して最後に合わせれば元の関数の積分ができたわけです。しかし今回は少なくとも表面的にはというか、あらわには因数分解されていないですね、この形は。したがっていきなりパパッと部分分数分解するわけにはいかなさそうです。そして因数分解するといっても2乗引く2乗みたいな簡単な形ではないので、少し頭を使う必要がありそうですね。ということで、今回の積分の一番の山場はある意味この一番最初、どういう方針で計算していくかを考えることなんです。今言ったように、頑張って因数分解できるならして部分分数分解をしていくという方法もあるでしょう。一方でその他の手段を取ることもできそうです。皆さんはこの積分を見た時にどういう方針を思い浮かべますか？まあもちろんこれからちゃんと解説していくんですが、中にはですね、この x4 乗っていうのが x2 乗の2乗だと思って x2 乗をタンジェントで置換する人なんてのもいるかもしれません。まあものは試しですね、やってみましょうか。この置換の狙いは分母の x4+1 を1たすタンジェント2乗の形にすることにあります。これまで紹介してきた積分の中には分母に x2+1 っていうのを含んだりとか、あるいはルートの x2+1 を含んだりとか、そういった積分を扱いましたね。で、そういう積分を計算するときは大抵の場合 x=tanθ という置換が有効なんでした。そうすることで 1+tanθ2 が cos2/2という形に化けて足し算の形がなくなってくれるからですね。それを今回も狙ってこのように置換してるわけです。実際こう置換すれば分母が 1+tanθ2θ になることは約束されていますね。ただ残念ながら x じゃなくて x2+tanθ で置換しているので、この dx を dθ に変える時の式がやや複雑になってしまいます。まあ具体的にやってみましょうか。この式の両辺を微分してあげると、左は 2x の dx、 右は cos2θ/1 の dθ というふうになります。ここから dx を dθ に変えるわけなんですけども、dx イコールの形に直すとどうなるかっていうと、こんな風にここに x が入っちゃうんです。 x の積分を θ の積分に変えたいので x が残るのはまずいです。だからこの x を θ に変える必要があります。その際用いる式はもちろんこれですね。ここから x を求めてあげると、はい、解いてみるとこんな感じになりますね。 x イコールプラスマイナスのタンジェント θ。 まあ今 x2 乗という0以上のものをタンジェントで置いているので、ルートの中が負になる心配はありません。ただ2乗しているのでどうしても複合がついちゃいますね。まあとにかく x はルートタンジェントシータまたはマイナスルートタンジェントシータと求まります。まあ今はこれをシータの積分に変えて積分を実行できるかどうかを知りたいので、この複合は一回無視しましょう。別にマイナスがついていようといなかろうと積分できるできないは変わらなさそうですからね。ということで、じゃあプラスのルートのタンジェントシータの方を取ってあげて、あの積分書き直してみると、 i というのはまずこのように置換したおかげで分母っていうのはタンジェント2乗シータ足す1になってくれます。むしろこうなるように変形したわけですね。で、次これとこれを使って dx を dθ に変えます。そうすると結局こんな感じになりますね。で、このタンジェント2乗足す1分の1っていうのは cos2 乗に化けてくれます。なぜならこのような関係式があるからですね。ということで書き換えてあげると、これが cos2 乗に化けてくれて、そして2ルートのタンジェント θ の cos2乗θ分の1と、ということで i はこういうふうに書き換えられます。で、cos2乗が2箇所にあって打ち消し合ってくれるので、この積分っていうのはここまで簡単になります。まあ今ここの複合は無視していますが、とにかく x2乗をタンジェント θ と置換することで i という積分をここまで割とシンプルな形に書き換えることができました。少なくとも分母のプラス和の形はなくなっているので、さっきよりはマシになっている印象ではありますね。ただ実はですね、この積分、ルートタンジェント θ 分の1という積分が結構大変なんです。もちろん頑張ればできるかもしれませんが、まともに手計算でやるとかなり時間がかかると思います。興味があったらぜひ各自でやってみてください。今回この動画ではこれは扱わないことにします。まああのね、例えば単純にタンジェント θ 分の1とか、あるいはコサイン分の1、サイン分の1とか過去にありましたね。そういった積分であればいいんですけど、ルートがかかると途端に難しくなるということなんですね。まあ不思議な話ですが、とにかくこれは積分がとても大変です。
もちろんね、この x4 乗足す1という形を見たときに x2 乗足す1を連想してこうやって置換するという感性はとても大事だと思いますが、今回の問題に限ってはそのテクニックは問題を解く上では役に立たないということが言えます。なので三角関数での置換はなかなかうまくいかないんですね。じゃあどうするのかってことなんですが、こういう分母の次数がそれなりに大きい分数関数、有理関数の積分では、分母が因数分解されていれば部分分数分解しやすいって言いましたよね。それを利用するんです。つまり、この x4 乗足す1を半ば無理やりですね、因数分解していこうというわけなんです。まあ無理やりといってもすごいテクニックを使うわけじゃありません。やること自体は結構シンプルです。今の発想を改めて書いておきました。x4 乗足す1はどう因数分解できるかすぐにはイメージできないけども、因数分解して部分分数分解してそれを積分できればいいなと今思ってるわけです。じゃああとは x4 乗足す1という分母をいかにして因数分解するか、これに尽きるわけですね。で今こう考えましょう。 x4 乗足す1みたいな形を作ること自体はできます。ぴったりこれはなかなかできないですけどね。今 x2 乗足す1というものを考えてそれを2乗するんです。そしたら単純に2乗の展開公式で x4 乗足す 2x2 乗足す1というものが出てきます。これは今考えている式の分母と違うものの x4 乗と1は共通していますね。で 2x2 乗が邪魔なんです。なんだ邪魔なものがあるならダメじゃないかと思うかもしれませんが、邪魔なのがあるなら引き算しちゃえばいいんです。つまりこの 2x2 乗を引くんですね。どう引くかっていうと、これをまずルート 2x の2乗と捉えます。実際これ2乗したらこうなりますよね。そしたらこの式からこれを引けばいいわけで、それってつまり2乗引く2乗の形になってますね。だから2乗引く2乗の因数分解をできるんです。というわけで今言った2乗引く2乗の因数分解の考え方を使うと、分母の x4 乗足す1というのはこういう二次式の積に分解できることがわかります。まあこういうのは数学1の因数分解をたくさんやってきた人とかならなんとなくわかると思います。だけど初めて見た人は難しいですよね。考え方としては一回ですね、2乗の形であれば余計なものが生まれちゃってもいいんです。でそれを消すって考えた時に2乗引く2乗の形に無理やり変形できさえすればちゃんと実数の範囲で因数分解できますよね。まあ今係数は有理数ではなくなっちゃいましたけど、有理数かどうかっていうのは全然関係ないということがこの後わかります。まあ複素数が出てくると、まあ今実数の積分ですし、まあちょっと待ってくれということになるんですが、実数係数の範囲内であれば別にこういう形でも全然問題ないですね。ということで、まあなりふり構わず余計なものが生まれてもいいから似た形を作って、それを2乗引く2乗の形に持ち込むことで分母を因数分解することができました。これで部分分数分解に一歩前進ですね。ということで分母はこうなるんですが、あとはこの積の形を利用して部分分数分解の際に使える材料を揃えます。材料というのはこの x4 乗足す1分の1というものを分解できるような分数のユニットたちですね。まあできればめんどくさい関数は登場させたくないので、シンプルなものからいきましょうか。まあ一番分かりやすいのはおそらくこれでしょう。ログの中身を分母の因数の片方にします。でこれを x で微分してあげると、ログの微分なので中身が分母に来て、で合成関数の微分なので分母の微分が分子になります。ということで 2x 引くことのルート2ですね。てなわけでこのログのこれを微分してあげると、片方の因数を分母に持って一次式を分子に持つような分数が出てきました。まあ、これはもちろん立派な材料としてこの x4 乗足す1を分解するときに使えそうですね。でもちろんこっちがありならこのようにプラスの方ですね、この右の方の因数をログの中に入れることも可能です。X で微分すると、こんな感じで一部の符号だけが違うものが出てきてくれます。でもちろん符号が違うだけではあるんですが、これとこれっていうのは全然関係のないというか違う関数ですよね。まあ違うっていうのの定義は難しいんですけど、だからこれら2つどっちもこの分数を分解するときの材料として使えそうです。というわけで2個揃いました。まあうまいことね、対称性もある形なので、これでどうにか X4 乗足す1作れないかなって思うわけなんですけども、実際に試してみましょうか。例えばこれを A 倍してこれを B 倍して足すということを考えて、このような形を作ってこれを整理してあげた結果ぴったりこれになってくれるような定数 AB があったらいいなと思うわけです。というのもこれまでのね動画での経験則によると、今分母は X4 乗ですね。だからその次数と同じ4個の材料を用意しないと、運よく少ない材料で済む場合を除いて部分分数分解できなかったわけです。だから今回も本当は4つ必要だと思うわけですが、対称性がいいので2個で済まないかなと考えるわけです。そしたら実際にこれ通分して確かめてみればいいですね。通分してみるとこんな感じになります。でこれを整理してあげると、はい、分子こんな感じになります。で何をしたかったかっていうと、この中括弧の中身が1と高等的に等しくなっていればいいわけですから、係数を比較してあげて A と B の条件式はこれら3つのようになるんですが、下の2つの条件式が矛盾していますね。だからこれらを満たすような AB という定数は存在しない。つまり残念ながらこれら2つだけでは x4 乗足す1分の1というものを構成できないということがわかるわけです。ということで2個だと足りなかったので仕方なく他の材料も追加することにしましょう。
さて、新しい材料何用意するんだって話なんですけど、今手元にあるのは x2 乗引くルートに x 足す1分の1次式、あとこれ分の1次式ですよね。で、これとはまた違うものを用意する必要があるわけです。違うっていうのは、これら2つの線形結合、つまりそれこそ a かけるこれ足すことの b かけるこれで表せないようなものですね。だから例えばこの2次式分の1とか、あるいはこの2次式分の1とか、そういうのが表せたらいいなと思うわけです。つまりこの不定積分を実行できれば、この分数を材料として使っていいということになりますね。じゃあこの不定積分どうやって計算するのって話になるんですが、これはまあ厳密には高校数学の範囲外かもしれません。うまいこと定積分で値の範囲を調節すれば高校数学でもなんとかなるとは思うんですけども、不定積分はちょっと難しい。何を使うかっていうとですね、タンジェントの逆関数です。アークタンジェントっていう関数があって、これはタンジェントの逆関数なんですが、例えばアークタンジェントの y というものを、これを y で微分してあげると y2 乗足す1分の1というふうになってくれるんですね。つまり分母が2次式で分子が定数、まさにこの形の積分にぴったりです。あれでもこれ1次の項あるじゃんと思うかもしれませんが、それは大して重要ではありません。というのもこれは平方完成することによって結局2乗足す定数というふうに変形できますよね。でしかも今回はちゃんとこれ平方完成したら余るのは負の項ではなくて、ゼロでもなくて正の項です。だからちゃんとこれが適用できる形になってるんですね。ということで、これをアークタンジェントの微分公式を使って積分したいんですが、まずじゃあ分母の式変形を進めましょうか。これが分母です。まずは平方完成しましょう。そうすると x 引くでルート2分の1ですね、これの2乗で足すことの余りは2分の1になります。なんとなく形似てきましたね、分母とこの形が。ただしこれでは不十分で、この2分の1という定数をちゃんと1に直さなきゃいけないんですね。こればっかりは公式なんで、定数を1に揃えないことにはこれ使えないわけです。だからこの2分の1を1にするために、全体を2分の1でくくります。そうするとはい、こんな感じになってくれますね。中身が2倍2倍になります。ということで定数は一致しましたが、まだダメです。これがというのも、このアークタンジェントの微分でここに来てるのは y の2乗っていう単純な2乗ですね。ですがここは2乗はあるものの、2という係数があるせいで、この形とぴったり一致はしていないです。だからこの2という係数をこの2乗の中に押し込んじゃいましょう。2を2乗の中に入れるので、ルート2にしてあげればいいですね。つまり括弧の中はルート 2x 引く1となります。でこれの2乗足す1と、ということでこの中括弧の中身はこういうふうに変形することができます。でこれとこれ見比べてみると、ちゃんと中括弧の中はあるものの2乗足す1という定数になってくれているので、これでいよいよこのアークタンジェントの微分公式が使える、逆に使って積分することができるでしょというわけです。今のこの変形結果を使うと、この積分っていうのはこうやって書き換えられます。今2分の1という係数があって、それが分母に来るので外に2がはみ出るんですが、まあそれはともかく分母がちゃんと2乗足す1という形になってくれていますね。で、あとは、ルート 2x-1 を何か別の文字で置いてもいいですし、頑張って頭の中で不定積分実行してあげても OK です。結局、不定積分すると、アークタンジェントのルート 2x-1 っていう形になるんですが、合成関数の微分でルート 2x を微分した時に、さらにルート2っていう係数が加わるので、その結果2になるんだとしたら、元々の係数はルート2になりますよね。で、ルート2のアークタンジェントのルート 2x-1 と。ということで、この分数関数の原子関数は、こういう風になります。ルート2かけるアークタンジェントのルート 2x-1 と、ちょっと複雑になりましたね。心配の人はこれ逆に微分してこれになってくれるかどうかチェックしてみてください。その際に使うのはもちろんこの公式です。さあ、でなんでこんなことをしていたのかっていうと、このようなパーツがあったらいいなと思ってたわけです。で、実際これは積分できたわけですから、これは第3のパーツとして使うことができそうですね。で、これが使えるのであれば、符号を変えてここをプラスにしたものも積分できそうです。この積分実行してあげると、これは途中過程別になくてもいいでしょう。ほとんど同様です、これと。はい、こんな感じの式が出てきます。ということで、この2つはどちらも積分可能で材料として使っていいということになりますね。何の材料かっていうと、てかそもそも目的何だったかっていうと、この積分をしたくて、x4 乗足す1分の1は一辺には取り扱えないから、それぞれ積分実行可能な4つの、ちょっと次数が楽な、ちっちゃい次数の分数の和とか差に分けてあげようとしたわけです。で、その材料っていうのが、今右側に書いた一つはこれ、もう一つはこれ、そしてこの非積分関数と、あとこれというふうになるわけです。ということで、ここで一段落。これまでの経験則によると、分母の次数と同じだけの材料で関係ない関数、関係ないって定義難しいんですけど、とにかく違うように見える4つの分数関数を用意してあげれば、それらを用いて x4 乗足す1分の1というのを表現できるわけです。表現できるというのは、適当な係数をつけて足したり引いたりするということですね。ということで、以下はこの非積分関数 x4 乗足す1分の1というのを、この4つの和とか差で表していきます。
というわけで今考えたことをここにまとめました。部分分数分解の材料は4種類あって、この2種類とこの2種類です。ちなみにこっちは複合同順ですね。プラスプラスかマイナスマイナスで、これら4つを組み合わせてこれを作るというのが次のステップです。具体的にはこういうふうに ABCD という4つの係数をそれぞれつけて足してあげれば X4 乗足す1分の1になるといいなと思いつつ、こうなるような定数 ABCD を具体的に求めていくというわけです。じゃあ早速この右辺を通分して分子がどうなるのかっていうのを見ていきましょう。これらの分母はもちろん X4 乗足す1を因数分解して生まれたものですから、逆に分母が X4 乗足す1になるように通分することはできますね。なのでそうやって通分してあげると分子は、例えば最初だったら A と 2X-√2 っていうのはもちろんすでにあって、そしてかけることの通分するにあたってこの X2 乗足す √2X 足す1というものが必要ですね。ということでこれを通分した時の分子はこうなります。そして次 B については、まず B 括弧の 2X 足す √2 っていうものがあって、そしてさらに分母分子にこの分母をかけてあげればいいですね。ということで B の分子もできました。で次 C ですが、 C はもともとこの分母で分子が1なので、単純にこの分母を分母分子にかけてあげればいいですね。ということで x2 乗足すルート 2x 足す1となりますね。最後 D はこの分母なのでこの分母をかけてあげればいいですね。ということで x2 乗引くルート 2x 足す1というふうになります。ということでこの式の右辺を通分した時の分子はこの中括弧の中のようになります。ちなみにこういう複雑な式の計算をするときは対称性に着目をして計算ミスのチェックをするのが大事です。具体的には例えば A がかかっている多項式と B がかかっている多項式に注目してみましょう。これらはとても似た形をしていますね。ただし符号が一部違います。どこが違うかというと、こことここがまず一つ、そしてあとこことここですね、2箇所符号が逆になっています。これがもしですね、ここの符号だけ違ってここだけ一緒とか、あるいは逆にここが一緒なんだけどここだけ違うとかだったら、なんとなく気持ち悪いですよね。だってもともと分母も分子も違うやつを通分してるわけですから。っていう感じで、例えば符号の対称性っていうのもありますね。あるいは他にも、例えばここが 2x 引くルート2なのにこっちが 2x 足す1になってるとか、あるいはルート 2x 足すルート2になっちゃってるとか、そういう時も係数の対称性が取れてないから気持ち悪いですよね。っていう感じで、もともと対称性のある程度ある式の計算をしていく時は、符号とかあるいは係数の大きさとかがずっと対称的になっているかどうかをチェックしながら計算を進めていくといいと思います。まあそうすることで計算ミスをね、仮にしちゃったとしても発見しやすくなるというわけですね。まあともかく分子はこうなるんですけども、これをあとは項目の順に整理します。ということでこの中括弧の中を全部展開して整理してあげるとこうなります。ここでも計算ミスが起きないように対称性とかに気をつけたいですね。一例を挙げると、例えばこことここ C たす D になっていますが、ここは逆符号ですね。もしここもプラスだったらちょっと気持ち悪いですよね。だって C と D って違う形の分数を足していたわけですから、どっかで食い違いが起きてないとおかしいわけです。実際ここの式では2次と定数が一緒で1次だけ符号逆なわけですから、どっかでマイナスが出てないとおかしいということで、確かにこれなら1次の符号逆になってるから OK だなと確認できるわけです。まあ、今のは問題の解説というよりかは実践的なミスの防ぎ方ですが、こういうのにも注意しながら日頃こういう複雑な計算を処理していくことで問題を解く精度っていうのはぐんと上がると思います。さあとにかく、中身はこうなったので、あとはこれを1という分子と比較してあげれば OK ですね。高等式にならなきゃいけないので、3次は0、2次は0、1次も0、そして0次が1になるというわけです。はい、というわけで ABCD4 つの係数に対する条件式4つはこのようになります。めんどくさい形に見えますが、やっぱり対称性がいいので、例えば2つ目と4つ目の式の引き算すると C と D 消えてくれますね。 A と B だけの式になります。でしかも1個目の式と合わせれば A と B がすぐに求まるという具合で、意外と苦労しないです。左の連立方程式を解いてあげると、 A がマイナス4ルート2分の1、 B はプラスの4ルート2分の1になります。そして C と D はいずれも4分の1というふうになるんですね。というわけで以上で、この X4 乗足す1分の1というのをこういうふうにばらせるような係数 ABCD が求まりました。これらをこの式に入れてあげると、はい、というわけで代入するとこんな感じの式になります。これでようやく分解できたわけですね。で、この4つっていうのは積分可能で、積分したらどうなるのかをあと調べれば OK っていうわけなんですけども、すでにもう原子関数出しちゃってますよね。だからこれらの係数とこの原子関数を組み合わせればすぐ答えになっちゃうわけです。つまりまあ積分はほとんど終わったも同然ですね。以上より答えはどうなるかというと、まずこれの原子関数はこのログのマイナスの方です。マイナス4ルート2分の1があるので、その係数もつけてあげるとマイナス4ルート2分の1ログの、はい、こんな感じになりますね。で次はプラス4ルート2分の1のこれの原子関数、つまりログのプラスの方です。というわけで最初の2つはおしまい。あとは残り2つ、アークタンジェントの方ですね。まず4分の1とアークタンジェントのマイナスの方です。
頭にルート2という係数がついているのにも注意しましょう。そして次は4分の1のアークタンジェントのプラスの方です。そして最後に積分定数と。というわけで i の積分結果、つまり x4 乗足す1分の1という関数の不定積分の結果はこのようになります。ただし4ルート2分の1とか4分の1みたいなのがあるので、それでくくって、あとログを分数の形にしてあげると。はい、というわけでこれが今回の問題、つまり x4 乗足す1分の1という関数の不定積分の結果となります。まあもともと結構シンプルな形をしていましたが、結果はだいぶ複雑になっちゃいましたね。ということでやってきたことを振り返りたいと思います。今回問われていたのはこの不定積分。これまでに扱ってきた問題のように、まあ詳しくは過去の動画を参照してほしいんですが、分母の次数が4次とか5次とか、それなりにでかくて分子が単純な分数の積分をするときには、分母を因数分解してそれを利用して、部分分数分解をして、それぞれを積分してあげるっていうのが、割と有力な方法だったわけですね。だからできれば今回もそうしたい。実際、さっき試した通り、x2 乗タンジェントとかで置換しちゃうと結構複雑になっちゃうので、できれば因数分解したいんです。ただ今回はもともと因数分解されてない。だからどうしようというところで手が止まっちゃう人も多かったと思います。ですが、さっき示した通り、無理やりですね、x2 乗足す1の2乗っていうのを作って、そこから余計なものを引き算するという考え方で、結局2乗引く2乗からこういうふうに因数分解することができちゃうんですね。で、ひとたびこの二次式の因数分解ができちゃえば、あとはログの微分とかアークタンジェントの微分とかで無理やりこういう材料を作って、それらをうまい係数で足し合わせてあげることで x4 乗足す1が作れてしまうんです。で、こうやって分解できたら、あとはすでに考えていた原子関数を使って積分を書いてあげれば OK。 まあ最後きれいにするかどうかは別として、それで積分が完了するというわけですね。まあシンプルながらもすごく大変な積分だったというわけです。まあアークタンジェントがもろ出てきちゃってるので、大学入試での範囲にはならないわけですが、大学の教養レベルの解析の授業で宿題として例えばこんな積分出されるかもしれませんし、まあ理系大学生の皆さんはぜひできるようにしておきましょう。まあ高校生既卒生でも興味がある人はできるようにしておくといいですね。またアークタンジェントの微分を用いた積分っていうのは、不定積分では高校数学の範囲外になっちゃいますけども、うまいこと定積分の区間を調整して誘導付きで出題される可能性もあるので、一応アークタンジェントの微分の公式自体は知っておくといいと思います。まああれ知っておくだけでも結構いろんな定積分が計算できるようになるんだね。はい、というわけで今回は昭和7年度の東北帝国大学理学部の入試問題からこのような積分をピックアップしました。引き続き東大京大をはじめとする国公立大学の入試問題を中心に数学の解説をしていきます。来年の受験生とか、これから数学をガンガン伸ばしてトップの大学を狙いたいと思っている高校生とか、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。